久保さん。脱臼してから2年すか早いっすね。なんか、ほんと3ヶ月前に久保さん脱臼したんじゃないかなみたいな。ねなるから2年すか早いな。<laughs> ま、全然そんな感じしないですね。まあ、今回ね、ちょっと、日、あの、セルシオ出たんで、日産とトヨタの違いにしましょうか。これね、日産とトヨタの違い。 これね、明らかに、その、情報の発信の仕方まあ、情報の発信、まあ、YouTube チャンネルのね、発信内容、発信の仕方はもう全然違うんですよ。トヨタと。まあ、トヨタはト,ートヨタイムズみたいなのもあるし、まあ、あのー他、ね、メインのチャンネルでも、いろいろなトークセッションとかね、一郎さんとね、社長がトークしたりとかね、そういうコンテンツがあるんですよね。うん、で、その、なんだろうな、 うーん。要はなんか、コンテンツという概念。なんだろうな。日産にないんですよ、これ。で、トヨタにはあるんですよ。同じ、まあ、に、日産もあるんですよ、YouTube チャンネル。日産、何やってんのかなつっ,って、一応なんか株主総会もあったんですけど、なんか、全然なんか、無断、使用禁止みたいななんか、なんか、ありましたけど。<laughs> 無断、 再配信禁止みたいな。俺の独占みたいなね、なんか <laughs>。うーん。そう。なんか、その、切り抜き方ですよね。その、トヨタの、その、例えば、これいいなっていうところは、切り抜いて、ね、その、公演でも、トヨタ社長の、あの、コンテンツを切り抜いてやったりとかしてるんですよ。 うん。その、株主総会で、いいところに行ったら切り抜くとかね。あの、トヨ,ト,ヨタトヨタイムズはすげえこれやってますよね。コンテンツっていう概念。うん。トヨタイムズはね、コンテンツ、トークショーとかもあるし、これ再生リスト今、トヨタイムズ見てますけど、その、社長といろんな人がこう対談していくコンテンツだったりとか、なんか、コンテンツがあるんですよね。 だけど、日産ないんですよ、それが。うん。今日産株式会社の見てるんですけど、日産ってプロモーション動画なんですよ。うん。なんだろうな。車のプロモーション動画みたいな。そう。なんか、その、コンテンツがないんですよね。うん。 なんだろうなな、な、なんて言ったらいいのかなその車のトークセッションみたいなのにさあるんですけど、そういうのじゃないんですよね。な、なんなんだろうなちょっと伝えづらいですけどね。うん、ちょ、概念がちょっと違うって感じです。トヨタイムズと日産自動車のそのチャンネルの,その概念がちょっと違うってことですね。で、じゃあなんでこの概念を違う風にトヨタはできて日産はできないのかっていうと、ね、やっぱこれはやっぱ時代のその流れ 僕はそのトヨタの、トヨタさんの社長の話を聞いてると、うんその、なんだろうな。もちろんその、ね、あの、世代間で言うならば、うーん、まあ、若くないじゃないですか。30代ですかって言うと、トヨタの社長って今何歳なんだまあ、昭和生まれですよな、ね、完全にね。トヨタ、トヨタ、トヨタ社長、トヨタ社長は何歳なんだ トヨタアキオトヨタ、トヨタアキオ何歳なんだ ?1956 年。1956年生まれです。何歳何歳だこれ。65か。今65歳ですね。久保さんより、え、久保さんより15年上ですよね <laughs>。だけど、 すごい今の時代の流れをね、すごく読んでるし、吸収しようとしてるし、吸収してるし、それを形に変えてるんですよ。だからその、あ,ふあの、富士山に、富士山のところに作るね、トヨタシティっていうのも、あれね、あの、ん、新しい試みじゃないですか。 だから、まあ、これ、まあ、いっぱい言ってますけど、やっぱ今後、その、変化していく。だから、車から離れることはないけれども、違う形態になっていく可能性あるよっていう。な、織りやってたけどね。まあ、変えてっていう。なんかそういう、なんだろうな、変化に強い。うん、元々だから多分ね、その、旗折から車に変えたっていう、この歴史もトヨタを支えてる、この変化した、もう、全然ない。だって、旗折と車、全然違うじゃないですか。 ここを変化させたっていう、この歴史もトヨタを支えてるんじゃないかなと僕は思うんですね。で、やっぱその変化していかなければいけない。生き残っていくためには、臨機応変に柔軟に、柔軟に対応していかないといけないっていうとこですよね。だからまあ今回のね、オリンピックに関してのトヨタの方針もね、柔軟に対応し,し,してるわけじゃないですか。世間の、世間の まあ、声ですよね。そこに柔軟に対応したんじゃないかなと思うんですよね。うん。そう。まあ少なくても、まあ、どちらかというと、やっぱ今はアンチテーゼの方が多いので、うん、とあのオリンピックに対しての。うん。最近ね、そう、堀江さん出してました、ね。堀江さん見ちゃいましたけど、今のオリンピックについてみたいなね。これやばくねみたいな。ちょ、アンチテーゼ多すぎだろ、みたいな。 もうアメリカでやっちまえみたいなの言ってましたけどね。<laughs> まあ、あれあれで面白かったですけど。なうん、そうまあ、でも、まあ、堀江さんそう思っても、多分、この波っていうのは変えられないんですよね、うん。だって、おかしいじゃないですか。オリンピックやってるのに、 この報道の流れがね、まあ、事実だから仕方ないけど、東京何千人増えました。このままだった。3000人行きます。東京オリンピックっていう、この暗反する情報がこう、両方流れてるんですよね。東京オリンピックだっていう情報と、東京感染者爆練みたいな、これが同時で流れてるんで、それは難しいよねっていう。<laughs> それはちょっとむずいよねっていう。ね。 その情報流れた大衆はやっぱどう思うかっていうと、いや、そんな東京オリンピックやってる暇じゃ、ちゃうやろっていう、そな、なるにし、ししょうがないですよね、それは <laughs>。両方流れてんだからね。うん。そう。だからなんかね、なんか、なんとかニュース、なんかでまた、なんか、東京オリンピックの、なんか、アスファルトが、なんか、 ロードバイクのなんかアスファルトが誰かによってなんかどうのこうのみたいな邪魔みたいされたというなんかなんかそういうのもなんかニュー、ヤフーニュースかなんかで流れてましたけどすごいっすね多分今アンチテイスすごいっすよオリンピックに対するうんなんかねインスタ見ててもなんか投稿してる人いましたもん金儲け東京オリンピックは金儲けのためにやんだろうみたいな早くなくな、早く あの、なんだ、終わってしまいみたいな投稿もあったし、ああ、こう思ってんだな、みたいな。うーん。でも、その、やっぱりその、なんだろうな、今回コロナで、まあ、100歩譲ってでしょその、まあ、堀江さんはああいうことを言ったんだけども、堀江さんに体制、影響はないわけです、なんも。多分、何んも影響、だ、ここ、ああ、まあ、なんか、うん。 まああったか。イベントとかはなんかいろいろ言ってましたけど、まあ、でもなんかその、なんだろうな、影響がないっていうのは何かっていうと、なんかその自分が生きていく分の金の部分だったりとか、なんだろうな、そういうのって多分、まああんまないじゃ、あの、大丈夫じゃないですか。ね。あの、ネットでオン、あの、オンラインコンテンツもあるし、いろいろやってますんで。でももう本当に、本当に打撃を受けた人たちっていうのは、 あと、給料下がったりとか。まあ、今回で、今回のコロナの影響で、リストラになった人もすげえいるわけじゃないですか。でやっぱその人から見ると、コロナが憎いし、その東京オリンピックふざけんなっていうふうになる気持ちもあるでしょうね。そんな悠長にやってんなよ、みたいなね。うん。なまあ、どの視点で見るのか、どのポジショニングで見るのかによっても、その東京オリンピックに対してのね、この、 なんだろうな。あの、そうそう、それでなんか、インスタであったのが、その東京オリンピックでね、いろんな人が頑張ることによって、なんか希望とか勇気を与えられるみたいな。まあ、そこに対してアンチテーゼの投稿だったんですけど、なわけないやんと。何も生活変わらんと。おっしゃる通りだね。生活変わらんと。<laughs> そのね、どれだけ日本が活躍して、 その、わーってなったとしても、自分の生活変わんないじゃないですか。<laughs> ぶっちゃけ。うん。じゃあ、それでしょ、それで食が見つかるのかと。うん。見つかんないですよね、多分ね。<laughs> 多分見つかんないですね。その、日本がお、じゃ金メダルいっぱい取りました。じゃあ、その人、じゃ食失った人が、うん。確かに希望はもらった。でも食はない、みたいだね。うんだそ,そう、そうじゃないですか。うーん。 だからねまあちょっとトヨタと2、3に戻しますけどまあトヨタは本当すごいなと思いますね、うん、だからこれからはやっぱその時代のその流れというかまあそういうのをまあ読んでいかないと読んでいくというかねそれをこう取り入れてこうやっていかないとまあ、生き残っていくことは非常に難しいのかなと思いますねうーんそう本当思いますよ、うん、これからね まあ言わなくてもわかると思いますけど時代の流れっていうのは過去の10年の流れよりこれからの10年のテクノロジーの進化の方が鬼早いのでいやこんなの俺が言わなくても分かりますよね過去の10年のスピードのテクノロジーの速さとこれからの10年のテクノロジーの速さじゃあもう運命の差ですよ 運命のさ、もう本当に100倍、200倍、1000倍ぐらい違うぐらいの速さで進んでいくので、多分どんどん変わっていくと思いますよ。目に見えるようにもうすごく変わる。うん。特に今回のその、あの、なんだ。まあ、堀江さんが言ってて確かになと思ったのが、まあ、多分そのコロナね、終わんないんじゃないかなっていうね。一生やるみたいな。 こんそんなにさ、一生コロナで、みたいな。まあ確かにな、みたいな。うーん。まあ正直申し訳ないですけど、あの、久保さんとか僕とかは、もう本当に申し訳ないですけど、引きこもりで稼げるわけじゃないですか。だから、その関係ないですけどね。うん。でも多くの人っていうのは、まあ、まあこういう感じじゃないじゃないですか。 人と触れてみたいな、組織とみたいな話なんで、雇われてって話なんで、うん。ね、自分の、その、なんだろうな、うーん、管理できない部分ありますよね。だって人と群れないと仕事にならないっていうところもやっぱあるわけですし。うん まあ、とりあえず、あの、変化していきましょうってことです。うん、これ変化していかないと、本当にね、僕ね、日産ね、もうやば、まあ、久保さんが言ってたんですけど、日産あるかどうかわかんないですね。<laughs> 本当に <laughs>。ちょっと日産やばいですね。うん。あ、これ日産のその、株主総会は、あの、ヤしが飛び交ってたのかな。<laughs> うんあとこれ、一年前にテレトービズで取り上げてんだ、これ。業界最悪日産のヤジ飛び交う、厳しい。<laughs> うん。業績、業績厳しい、不審で厳しい声。うん。いや、日産きついなぁ。 日産ちょっときついっしょね。コンテンツ、コンテンツっていう概念ないもんな。なんか違いますよね。やっぱそのトヨタ、トヨタイムズのそのコンセプトと、全くその概念が日産にないのももんな。で、CM キムタクじゃないですか。うん。 そこじゃないやん、日産、今。キムタクちゃうやん、みたいな。いや、そういうのじゃないんだよ、日産、みたいな。うーん。そういうのじゃないですよね <laughs>。いやー、だからトヨタイムズの僕は上手いなと思ったのが、そのトヨタイムズの、その起用、あの、誰を起用するかっていうのも上手いなと思いましたなあの。あの、歌舞伎のあの人名前なんでしたっけ あれも、あの、その、器用のね、仕方うまいなと思いましたけどね。この、この人の名前ちょっと忘れましたけど、ね、あの、半沢直樹で結構、あれだったと思うんですけど。うーん。まあでもこれはニス、あの、車業界にはこの概念は絶対なかったんで、昔。いや、本当に。まあちょっとう、うまく伝えられないですけど、 まあでもまあ一言で言うとコンテンツみたいな概念ですね。うん、その、車以外の部分なんですよ。要は。うん、なんだろうな。車以外の価値というか。そう。まあ一言で言うと、わかりやすく言うと、秋尾社長のそのトークのコンテンツっていうね。トークのその、うーん、イチロー選手のトーク、そのトークのその話のコンテンツとはね。なんかそういうなんか,なんか概念ですね。 まあ、あとは、その、工場、どう作ってるのかとか、あとね、あの、侵入、あ、この前、この前見たのが、侵入者、侵入、ああの、その入学式か。入学式でどういうことを話しているのかっていうのをそう映して、それを入学式で話しているコンテンツですよね。僕、もう、トヨタに入社してないけど、入学式き、聞きましたからね。入、あ、入社式、入社式。<laughs> トヨタに入社してないけど、入社式、な、何言ってんだから、みたいなんで、見ちゃいましたからね、入社式。だから、すごないですかトヨタに入ってなくても入社式の話、トヨタの社長さんの話聞けんですよ。これすごくないですかこれやばないですかだってトヨタに入社してないんですよ。入社してないけど。ね社長の話聞けんですよ。これすげえ時代っすね。これさちょっと、ずっと結構、ちょっと話しちゃいましたけど。 まあ車になっちゃうとなんかあれですね。行ってらっしゃい。